よし、やるか。国を救った重傷の海賊、こいつを果たして敵とみなすか、この国では英雄と見逃すか。麦わらたちの命運はお天道様に決めてもらいやしょう。サイコロ振って1以外が出りゃ、すぐにでも麦わらと牢の首を取りに行きやす。サボ、もう行っちまったのか。もっと話したかったな。なーに、根性の別れじゃねえ。旅を続けてりゃきっとまた会えるだろう。そういや、今日町へ行ったらレベッカの親父がどこぞの王子だっていう噂で持ちきりだったな。なんだそれ、変な話だ。レベッカの父ちゃんは兵隊のおっさんなのに。その噂は私が流したんだ。え？私のような育ちが劣悪な人間は本来王族と結ばれていい身分ではなかったのさ。だからこれでいいんだ。いいわけねえよ。レベッカはそれ知ってんのかよ。ああ、手紙が渡っているはずだ。レベッカには長い間苦しい思いをさせてしまった。これからは明るい場所で楽しく暮らしてほしい。それにレベッカはまだ子供だ。一時の劇場で将来の幸せを逃してほしくない。のテントが騒がしくなってきた。ぼちぼちここも危ねえべ。ルフィ先輩たち、案内します。東の港に船があるから、それで脱出してください。ロメオ、みんなちょっと用事があるから先に行っててくれ。出目は6。さあ天命だ。海軍全体、麦わらの一味並びにトラファルガー牢、そしてその他罪人たちを一網打尽にせよ。どれ、運はもう尽きたのか、試させてもらいやしょう。全力で。ルベッカー、ルーシー、よかった、私ちゃんとお礼を言いたくて。うっせえ、そんなことで来たんじゃねえ。お前いいのかよ、兵隊のこと。もう会わねえ気だぞ。ルーシー、私お手紙もらったの。兵隊さんが一生懸命私を遠ざけようとしてるんだ。どうして？ひどいこと言ったから？私と暮らすの嫌なのかな？迷惑なのかな？知るか、お前が考えろ。俺はこれでいいのか聞きに来ただけだ。いやだよ、いいわけないよ。じゃあ来るか。うん、行く。ありがとう。ヒヒヒ、気にすんな。あれはレベッカ様、麦わらにさらわれた模様。なんだと？海軍全体に告ぐ。早急に麦わらを捕らえ、レベッカ王女を救出せよ。クロスがいる丘までの道を俺が作る。邪魔
あの奴を倒したら、あとは自分で行け。分かった。あれはレベッカ様と麦わら、まさに麦わらのやつ。海軍全体、レベッカ様がさらわれた。至急麦わらを捕らえろ。麦わら、この一大事に君はどこへ。まあいい、こちらは脱出の準備を進めよう。まずは海軍の動きを鈍らせようか。物資を破壊すれば奴らは必ず混乱する。よし、これで邪魔な奴は片付いた。それじゃ行ってこい、レベッカ。ありがとう、ルーシー。レベッカ、嘘つかないでよ。私、どっかの王子様の子なんかじゃないよ。何百人人を殺してても、手が真っ黒に汚れてても、私の父親は一人だよ。私はキュロスの子だよ。嘘つかないでよ。私が父親でいいのか。うん、一緒に暮らそうよ、お父さん。あったかい。ああ、とても暖かい。周囲の敵を引きつけるべ。その間にしっかり動けよ、キャベツ。ふん、言われなくても分かっているさ。僕は物資の場所を聞き出すとしよう。見かけられたら面倒だな。仕方ねえ、この連中も倒しとくか。物資はどこに置いてある。素直に吐くのが身のためだ。教えるよ、教えるから、これ以上攻撃しないでくれ。海軍、この程度の人数に俺のバリアは止められねえべよ。なんだ貴様。切れそうだ。これで補給しておくか。よし、まずは一つ破壊完了だ。 おい、俺たちの物資がないぞ。これ一体どういうことだ。頼もしいわ。よし、安心して逃げられるぜ。カーベス、おめえ、もうルフィ先輩に突っかかるんじゃねえべよ。僕は奴の仲間に命を救われた。恩人の仲間の命、これ以上狙ったりはしない。物資の場所を教えるんだ。これ以上切られたくはないだろう。物資はあそこだ。これでいいんだな。ロケット、行くぞ。
賞金首のサイボーグフランキーだ。捕らえろ。我々の補給物資を死守するのだ。そろそろ任務に戻らねば。ロケット。この僕にこんな地道な作業をさせるんだ。罪な奴らだな、麦わらの一味。おお、順調だな。おお、スネークマン。そう、海賊との命令。物資はあそこだ。観客がいないといまいち張り合いがないな。さあ、次だ。ムムムのキングコブラ。よし、俺の指示通りだな。武士はあそこだ。場所を教えたんだ。これ以上俺を攻撃すれば。全て破壊して海軍を動揺させるぞ。順当に進んでいるらしい。強すぎる。物資はあそこにあるぞ。サインなら。これでしばらくは大丈夫だろう。海軍の動きも鈍くなっているはずだ。頃合いだな。おお、スネークマン。逃げるとすりゃ東の港か。わしも急いで向かいやすからね。足がつくまでの間、海賊の皆さんにこれでも自走しやしょうか。ラーガクーバ。空から瓦礫が。こんなのまともに食らったらひとたまりもねえべ。やろうとも目的地まで一目散だ。俺たちが港へ行けばあの瓦礫を止められるんじゃないか。でもこの辺りの道は塞がれてるぞ。これじゃ港まで行けねえ。やっと進めるか。行くぞ。やつだ気にされないように気をつけて進みましょう。俺たちの悪運があるやつ大丈夫。おいくらこいちまおうぜ。ありがとな。あとは任せたぜ。君は命の恩人だ、ゴッドウソップ。恩人を助けるのは当然のことだろう。おい、トラファルガー、お前のためにやってるわけじゃねえぞ。うるせえな。分かってるよ。ロケ
助かるぜ。ありがとよ。ふん、お前僕より目立つんじゃない。その派手な見た目、早く船にしまえ。やっと通れるようになったか。次行くぞ。ロケット助かったわ。ありがとう、リワトリ君。なんてありがたいお言葉。こちらこそありがとうだべ、ロビン先輩。なんとジェットシェル。ありがとう。これでこの国の王人を助けられる。大将殿、港に市民が押し寄せています。このままでは瓦礫が市民に。なんだって。そりゃいけねえ。悪い、助かった。ねべ、めっそうもねべよ。ゾロ先輩が無事でよかったべ。なんとかお守りできたべ。あとはルフィ先輩だけだと思う。どこだべか。万に一つ逃げたとして、その先に未来はねえ。せめてあっしが地獄へ案内いたしやしょう。賭博のおっさん、大将だからってこれは逃げねえ。おい、何をしてるんだ麦わらは。何の真似ですか、イゴ。さっきから蹴るぞ、殴るぞと。俺は目の見えねえお前を呼んでぶっ飛ばすこと。握りつけ殴るぞ、ゴムゴムのエレファントだ。男の戦いには立場ってもんがありやしょう。こっちも我慢して立場貫いてんでさ、村人。もうこ麦わら。こりゃ感情に怒りのかけらもねえ。みんながお前さんを助けようとすんだね。あんたは一体どんな人だい。優しい顔してんだろうね。目閉じなきゃよかったな。ドフラミンゴを倒したルフィたちは、バルトロメオたちの協力を得てドレスローザを脱出し、サンジたちと合流するためゾウに向かう。その戦場、ルフィは共に戦った海賊たちから傘下に入れてほしいと懇願される。だが差し出された親子杯を断った。親分や大海賊じゃなくてもいいだろ。お前らが困ったら俺たちを呼べ。必ず助けに行くから。一緒にミンゴと戦ったことは忘れねえよ。自由を重んじるルフィの真意を理解したバルトロメオたちは、一方的に古文杯を飲み干し、ここに海賊連合
麦わら大船団が結成される。君は今まで通りでいい、麦わら。僕たちは勝手に君に忠誠を誓ったんだ。何かあれば勝手に命を懸けて参上する、そんな奴らがいても損はないだろう。こたびのご恩に報い、命全霊をかけてこの古文杯勝手に頂戴いたしますため。一方サンジたちは一足先にゾウに到着し、すぐに異変に気づく。ゾウはカイドウの部下寛愛のジャックの軍勢により壊滅寸前の状態だった。サンジたちはゾウの住民であるミンク族たちを必死に救い、深く感謝される。数日後ルフィたちも到着し再会を果たすが、そこにサンジの姿はなかった。サンジはビッグマム海賊団の傘下に入った最悪の世代の一人ベッジに連れられ、政略結婚のためビッグマムの縄張りに向かったという。サンジがビッグマムの娘と結婚？なんだその勝手な話。サンジは俺たちの仲間だ。憤慨するルフィたち。そこに遅れてきたキンエモンが合流する。キンエモンは今まで話さずにいたワノ国にまつわる多くの事実を伝えた。モモの助は本当はワノ国の大大名光月おでんの息子である。キンエモンはモモの助の父ではなく家臣であること、光月おでんはカイドウの手によって処刑されてしまったこと、その死の間際ワノ国を開国せよと言い残したこと。拙者カイドウを倒したい。ルフィ、拙者と一緒に戦ってほしいでござる。よくわかった。テイクモン、同盟だ。ここで一味はサンジ奪還に向かうルフィたちのチームと、先行してワノ国を目指すゾロたちのチームの二手に分かれる。ルフィ、ナミ、チョッパー、ブルックはサンジを連れ戻すためゾウから出航し、ビッグマムの治めるトットランドを目指す。しかしそこには意外な人物が乗船していた。よし、やるか。サンジ君を連れ戻しに行きましょう。サンジ、ふん、いまいましい名だ。何よあんたたち、って、そのぐるま湯、もしかしてサンジ君の。ご明察。私はレイジュ、サンジの姉よ。こっちは弟のヨンジ。サンジの姉ちゃん、サンジがどこにいるか知らねえか。それを知ってどうする。まさか奪い返すつもりか。そうはいかねえ。あいつは今や役に立つ存在なんだ。役に立つって、あんたたち家族なんでしょ。まあそう熱くなるな。
今騒ぎを起こして結婚が破談になってはことだ。お互いに慎重に行こう。あなたたちのためにもビッグマムが治める土地で軽率な行動は慎んだ方がいいわ。弟が今までお世話になったわね、一味の皆さん。では幸運を。なんだあいつら、勝手なこと言いやがって。それよりさっさとサンジを探さねえと。おーい、サンジ！あのもしかしてあなたたち、サンジさんの。お前誰だ？私はプリン、サンジさんの婚約者よ。お前が？サンジさんに会いたいならホールケーキアイランドの誘惑の森に向かって。いいの？そんなこと教えて。ビッグマムから罰を受けない？実の娘よ、心配しないで。それに言われたのよ、サンジさんに。君と結婚したいけどそれはできないんだ。俺は仲間たちの元へ帰りたいって。だから私、あなたたちから彼は奪えない。なんていい子なんでしょう。ルフィさん、私独自にビッグマムの動向を探ってみます。皆さんはサンジさんと合流してください。ありがとう、プリン、ブルック。待ってろよ、サンジ。行くぞ、誘惑の森。楽しんでいくんだね。
ってきたぞ。おー、スネークマン。いるぞ。チョッパ、キャロット、大丈夫？森にいたブリュレってやつに鏡の中に入れられちゃったんだ。でも大丈夫だ。どっちにしろ外から助けてもらえる場所じゃない。先に進んで。ノワ、心配しないで。私たちは平気。しかないわ。そこから出てこれないの？なんとかするよ。サンジを連れ戻したらまたこの鏡に話しかけ。割れた。あいつらのことは心配だけど仕方ねえ。俺たちでサンジを探しに行こう。